無双研美術会横浜福祉部長の池部園香です。今日は春の日差しが柔らかな水曜日です。花小金武道館よりお送りします。今日は無双研とは何なのか、第8回目をお送りします。山本先生、よろしくお願いいたします。おはようございます。よろしくお願いします。今日も、花小金からお送りします。無双研とは何なのか8回目です。ではよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします、はい、お願いいたします。あ、先生、はい、無双研と言いますと、まあ美術家という立場におきましては、やはりその数十年の、修行を経てですね、まあ、あらゆるまた技をやり尽くして、また精神的なことも本当に極め尽くした上になるというようなですね、ふうに大体皆さん思っておられるわけですね。はい。まあ、そのために、まあ、最速の技とかですね、あるいは最強の技とか、はい、まあ、無敵の精神とか、まあ、いろいろと、はい、求めていくんですが、はい、無双研はその先にあるものと思っているんですか？いや、実はそのそちらの方こうちょっと方角が違うんですよね。方角が違って言いますか、その果てにあるんじゃなくてですね、ご自分の心の中のその本当簡単に言いまして、大げさに言えば義とか愛なんとか誠ってなりますけど、簡単に言いますと優しさとか、あとまあ自分のことをよくしてくれた人に恩を返す心とか、その辺のところをずっと持ち続ける、それも少しだけ、それでだんだんあれなんですよ。それ持ち続けるってことは、よく効く薬をもう打ってるような感じになりますんで、持続しますので、よく効く薬っていうのは少しでも効きますから、今言いましたが、優しさとか、義を忘れない心を少しずつ持っているだけで、水月明鏡止水ですね、そういう現象が起こってきます。そしてその水月をさらにまた、超えたって言いますかね、そこでまた勝ち負けに戻らないで、またさらに義とか 愛ですね、そのままにしているだけで無双研が出るんですよ。これ一番簡単なんですけど、そしてそうなってきますとね、激しい稽古あまりいらなくなってくるんですよ。やっても大丈夫ですよ。やっても大丈夫なんですけど、心でやるもんですから、まあ本当にもう激しい稽古や厳しさの中の方ではないんですよ。つまり達人の方角ではないんですね。心による自動制御反応ですから、なんていうんですかね、技の才とか、技術の匠とか、計り事を巡らしてうまく勝つとかっていうことでは全くないんです。そんな感じだと思いますが、それが、一番簡単な話なんですけど、これが全てなんですよね。ところがその一番簡単なことが一番逆に言うと難しいっていうのも事実なんですよ。ああ、そうですね。はい。ですから、まあ、その辺のところをまあ稽古してるわけなんですけど、はい、いかがでしょうか。その辺よく、先生言われた通り、やってみて、転換できれば、あ、そうなのかと、はい、いうふうに分かるんですが、はい、ただ、実際にやってみると、はい、なかなかそこで心をですね、コントロールできない。そうですね。まあ、そこがまた、面白いというか難しいというか、不思議な
またそう修行なのかなというふうに思います、はいはい、そこで、まあ、あの我々としてはあの書を書いたりあのそれも書道ではないですね、上手い下手ではないです、舞を舞ったりそういうこともあの取り入れて、よりその戦いから離れたような心、うん、義とか愛の心を、うん、維持する方角に、心を持っていくというようなことも稽古しております。ではまたよろしくお願いいたします。ありがとうございます。